今日の11時半に官房長官から新しい元号の発表です。で、さっき旬ダイアリーさんに電話してて通じないので、結局通じなかったんですけど、よく考えたらあの旬ダイアリーさんって誰かっていうと、彼もですね、最近では万単位の登録者を抱える、有名な YouTuber になったわけですが、彼は登録者5000人とかそれぐらいの時だったと思いますけどね、何回かですね、動画の出演とかでこう協力したりもしたんですが、その時からこう、結構礼儀正しかったんで、コラボとかもですね、スーツさん協力してくれませんかって言われていいですよって言ってて、そういう人なんですけど、就職活動系 YouTuber ってことですよね。その彼にね、そういう風にいろいろ協力してあげたから、ちょっと今日金沢にその人住んでたんで、だから金沢にちょっと家行ってテレビ貸してくださいよ、見せてくださいよって言おうと思ったんですけど、ただよく考えたらね、その人はこの間会社を作って東京に引っ越しちゃったんですよね。だから今東京に住んでますんで、残念ながらテレビはないんですよね。金沢にあともう一人のんびり屋さんがいまして、のんびり屋さんというのは最長往復切符をやっていて、私がお金なかった時にですね、車でこう一緒にドライブとかして、また今度しましょうねって言ってくれても私もしたいんですけれど、そののんびり屋さんの家もどっかこの近くだと思う。多分僕金沢の人だからね、どこに家があるのか知らないけど、だから行ったらテレビ見せてくんないかなと思うんですけど、ダメかな。ビジネスサンダーバードよりね、平成の次の言語の方が大事なんで、私としては。だからテレビ中村精神だったらあったんだから、中村精神じゃよかったな。ビジネスサンダーバードにこだわらない、別に早く金沢に来る必要もなかったんでね、それから出発すればよかったよ。金沢駅の観光案内所でね、この辺りにテレビはないですかって聞いてみました。街頭テレビ、そしたらね、あるらしいです。でもよかった、今の時代にもそういう街頭テレビになるのかなって、よかったです。みんなワンセグとかで見るのかなと思ったんですけど、やっぱ大画面で他のお客さんと一緒に見たいですよね。この北鉄の方の乗り場に行けばありますよって教えてくれました。ここからね、地下のなんか待合所休憩スペースみたいなところにあるんだそうです。新言語の発表まではあと1時間30分違う、2時間30分あるな、まだ9時前ですからね。あそこのフリースペースかな、時間になったら多分 NHK 表示するでしょうね。あったあった、あれだ、あるな。新しい言語はあのテレビで見ることにしましょう。何になるんですかね。平成は失われた30年とか言われてましたから、次はなんかこうパーッと明るい時代になりますようにみたいな、そういう願いを込めるんじゃないかなと個人的には予想してますけど、どうなんでしょうか。なんか午前9時ですけど、首相が自分の家を出たらしいね。そんな逆にまだ朝の9時とかに家を出れば十分なんですね。記者会見をするのが11時半からですよね。首相の声明が、声明ってのか分かんないですけど、首相の意見がお昼からだから、まあ3時間前に家出発すれば別にいいのか、東京なんだからね。こんな金沢駅のここにもね、小銭投げ込む人がいるんですね。何を思って投げるのかね、ローマの泉と勘違いしてるのかな。外国人がね、そういうのをやるのは別に、いや悪いとは言わないですけど、ダメとも書いてないし、こんなにいっぱいあるよ、ほとんど1円玉みたいですよね。しかしあまりにも早くちょっと金沢に過ぎたら何をするかですけど、ちょっとやっぱお買い物してお菓子食べるでもいいけど、朝ごはんうどんぐらいしか食べてないから、あんままだ食べられますので、暇つぶしするときには前はお金なかったから食事なんてことは選択肢はなかったんですが、最近はもう前ほどお金がなくはないので、なんかじゃあ美味しいもの食べるかっていうんで、暇つぶしになりますよね。これも画期的なことです、食事ができるなんてね。思ったんです、なんか金沢って駅ビルないのか、もしかして駅ビルというか、駅の下にはね、高架の下にいろいろ店が入ってるのは知ってますけど、そんなにこの見た目の割にはいろいろあるかなと思ったらそうでもないんですね。のちょっと高いような、なんですか、食べ物屋とかね、そういうのがずらっと入ってんじゃないのかなと思ったんですけど、私金沢の駅ビルの中について全然詳しくないから、今日はちょっと開拓してみることにします。この駅は詳しく知っておく必要がありますからね、あんまり分かってなかった。ここ私地下だと思ってたんですが、地下でもなかったし、宝くじとか売ってる、その奥でお土産屋さんとかね、お菓子とかそういうのはありますけど、食事するところってなんかないよな。撮影禁止だから撮らなかったんですけど、普通に ありましたね、あの奥の方に。ただね、全部準備中で、どこも一箇所もまだこの朝の9時では空いてませんでした。それはそうだろうなと思いますけど、そういう場所ですから。ただな、 C58140七尾線で使ってたのかな、そうみたいですね。普通に駅ビルあるわ、これそうですね。じゃあ21世紀美術館でも行くかと思ったらね、そこもやってないんですよね。
あそこ面白いところなんだけどな、やってないものはしょうがない。じゃあどうするか、香林坊、香林坊っすね。そこ行ってなんか適当になんかあるでしょう。でなんとなく食事すればいいや。まだ駅ビルの中はほとんど営業してないよ。私駅裏のサイゼリアはあるんですけど、最近友達と遊んでるんでサイゼリアばっかり行ってんですよね。金沢の銀座みたいなね、香林坊に行きたかったんですけど、途中に大見町市場があって、まあ、香林坊はどっちかっていうと夜の方が賑わってると思いますんでね、あんまり朝行ってもしょうがないなと思いながら向かっていたんですが、そうか、市場って書いてあったら私ここでちゃんと買い物したことはないんですが、観光地価格だと思いますけど、でも朝からいろいろあるんじゃないのかなと思いますんでね、だいたい夕方とかにねここ来たことあるんですけど、ああやっぱ賑わってるわ。ここもやってんのかな、やってるみたいだけど、ああいい値段取るな、こんなのいいわ。おい、なんか安くないですか。限定20食か、あ、そうか、11時からか、11時からでは間に合わないな、金沢駅に11時半には戻らないとね、遅くとも。営業中だって言うけど、これどうなんだろうな、これは良心的な方かな、でももっと安いのもありそうだよな、美味しいかもしれませんけど、ブリ丼とか美味しそうだな、確かに。海鮮丼ってのはなんか1000円ぐらいで出せんじゃないかって気がするんですけどね、まあ1500円に取った方が儲かるからなんでしょうけど。店の外装が綺麗だな、多分安くはないと思うけど、どうせだったら綺麗なところで食べますから、市場っぽくないからここにしよう。写真撮影は食べ物のみとさせていて、食べ物は取っていいってことですね。あれそんな高くないよ。ありがとうございます。美味しかったですね。美味しかったんですけど、とても美味しくて良かったんですけど、これですけどね、ペイペイ使いますしと書いてある、これは北陸の方言なんですかね、ペイペイ。これなんかね、大見町市場どこでも使えるようにしてるらしいんですね。例えばそこのお店でも赤いのれんペイペイ使いますと書いてありますけど、どこの店でも使えるようになってるみたいです。なんかそういや前流行ってたなと思ってね。で、まあ私も普段だったらそんなもね、ああそんなあるんだと言いながらこう、もう放置するわけですね。別にそんな新しいものに対応する能力とか持ってませんので、まあそんなのがあるんだなで終わらせるんですけれど、まあ今日は休暇ですから別に時間を急ぐ必要もないんで、何やね、世のキャンペーンにでも乗ってみるかなと思ったの。なんかペイペイばらまきキャンペーンみたいなのあるじゃないですか。なんか知らないけど、あれでしょ、ペイ QR コードを使って、多分クレジットカードかなんかと連携して、それ決済をすると、なんかこう、ランダムで割引になったり、現金がもらえてるね、現金っていうか、そのポイントみたいな、現金相当のポイントがもらえたりするってやつ、結構気前よくやってくれるらしいんですね。私もアカウント作ったらね、それだけで500円もらえてるの、すごいなと思ったんですけど、でもそこから先、500円はなんか残高チャージがされてるんですけど、でもそこからその残高をこう増やして、まあなんか2400円でしたけどね、あそこの会計だから2000円はチャージしないといけないみたいだったんでね。で、銀行口座となんか連携してクレジットカードみたいな形でなんかたぶんあれなんだ、デビットカードみたいなやり方なんですかね、かもしくはクレジットカードと連携するかなんかそういうやり方なんでしょうけど、ちょっとね、いろいろ試してみたんですよ。で、ダメでしたね、結局全然できなかった。他の人がなんかやってるのを見て、それで、あの人がペイペイで払ってるな、しかもおばあちゃんだったんですよ。あのおばあちゃんがこう時代に取り残されずね、しっかりこう新しいものに適応しているのに、この私たるや全然こうね、なんかこう新しいものが出てきてもそれを見て見るふりをする、もうこの年21にして老人になったような気がします。それはちょっとまずいと思ってですね、時代に追いつくべく努力をしたんですけど、結局分かんなくてね、クレジットカードで払っちゃいましたね。暇なんで金沢駅まで歩いてるわけですけど、あれ自動販売機の廃車改装だよな、違うか、あれは新品か、あ、そうか、これから出すのかな、そうですよね、ビニールかかってんだから多分これからなんでしょうね、ああいう風に運んでるんだな。本当に暇なもんで、なんか目を向けてたら金沢城の案内がありましたけど、金沢城ってすごいここから遠いわけですよね、歩いて1キロぐらいのところ、まあここがそうですけど、ここまでお城を守るための壁があったんだそうです。それがここにありまして、南へ80メートル進んだところにマスカタの一部を復元、南はこっちのはずなんですけど、80メートルってすぐですよね、全然なんか見当たらないけどな、これなんか再開発してビルでも建てるんでしょうね。ここ生地のディスカウントショップ、生地の橋屋さんはここも立ち退いたっぽいな、多分そうでしょう。こういうところでたまに立ち退かない人ってのもいますけど、多分みんな立ち退いたんだけど、まだ多分家を解体し終わってないって感じですよね。そうじゃなかったらこの周りまでも全部やったりしないでしょ。へえ、
長くここで使われ続けたお家が今あそこで壊されてますよ。まあそれはいつか壊れるもんなんでね、別にそんな悪いことしてるわけじゃないんですけど、金沢の街がまた立派になるみたいです。どうなんだろう、ここになんかその街を守るための施設があったのが全然見当たりませんけどね。私車の運転のことは分かりませんけどね、なんか金沢はちょっと運転が荒っぽいような気がするな。そんなことないかな、なんかそんな気がしますけど、さっきもビューっとこう危ない、引かれるのかなと思ったけど引かれませんでしたね、よかったです。あのなんですか、危険ドラッグっていうのが今の危険ドラッグをねやってるような車とかがあの来たのかなと思いましたけど、危険ドラッグって言い方もなんかあれですよね、あの脱法ドラッグっていうんだとあのバカには合法なものに見えるから危険ドラッグにしたそうですが、危険ドラッグっていうのもなんかバカっぽいですけどね。まあそのようにあのバカっぽい名前とかあのかっこいい名前とかじゃなくて危険だということを知らしめることの方が重要なんで、それしょうがないんですけど、なんかあのこう危険ドラッグっていうのはちょっとなーって感じはしますけどね。それに危険ドラッグの何がバカっぽいかっていうと、危険ってそこに書かなければあのドラッグ、あの、まあ、要するに危険ドラッグとされるものが危険であるということが分からない人が世の中にたくさんいることを前提としてその名前にしたわけですよね。逆に言うとあの危険ドラッグという名前にしたからといって、あのそれがあの脱法ドラッグから危険ドラッグに改められたからといってあの使うのを控えるようになる人が一体どれほどいるのかっていうような気がするんですが、まあでもいるんでしょうね。いると思ったから変えたわけでしょう。まあ確かに実際あの1人でも減らした方がいいと思うんで、うん、確かに脱法ドラッグよりは危険ドラッグの方がなんか1人ぐらいは減るような気がしますよね。だからまあ名前を変えたことはあの意義のあることでした。すれ違った少年たちがあのワンワールドアライアンスの話をしてたな。なんか最近その関連の動画を出すことが多いんでね、うん、結構あそうか、これは中国東方航空でここに書いてありますから、だから多分これなんでしょうね。これの関係で行ったんだろうけど、こんなところで中国東方航空金沢支店っていうから小松空港に来てるのか中国の飛行機。あ、まあ来るかもしれないな、観光地で有名だしね。市場から歩いて15分ぐらいですね、戻ってきました金沢駅。あ、前もこのコメントしたような気がするんですけど、いつ見てもあの工事中まだ作りかけなのかなとずっと思ってたんですけど、あれで完成なんですよね。まあ、そう言われてみれば確かに立派なデザインですよ。別にあのディスってるわけじゃないんですけど、工事中に見えなくもないですよね。金沢の街歩いてるとどこに駅があるかっていうのはよく分かんなくてね、あんまり案内も出てないんですけど、まあ、地図を見るか、あそこにある ANA クラウンプラザ、ジャルシティ金沢、それからこっちのあれは何なのか分かんないですけど、あれねホテル金沢か、この3つの高い建物が目立ちますんで、それを目印にしてやってくりゃいいんじゃないですか。県政の星、石川県議会ですよね。そうですよね。あ、石川統一地方選挙でやってるのか。そうか、なんか大阪府もねすごい選挙いっぱいいるらしいですけど、これは無所属の人なんだな、この人は。しょっちゅうここで吹奏楽の演奏かなんかやってるイメージなんですけど、今日は何もイベントことはないようです。まあ平日ですからね。土日になると何かやってますよ、ここ。いつもテレビカメラも回ってるし、ここではですね自転車に乗ってはいけません。そしてスケートボードもここではやってはいけません、指定場所以外で喫煙をしてはいけません。そして、販売物を勝手に売ったりとか、勧誘をしてはいけません。また詐欺もここではやってはいけません。金沢駅前のここでは詐欺じゃなく、詐欺やるんだったらこの道の向こうということですね。さっきから警察にイチャモンをつけるみたいな動画になってますけど、詐欺をねあのやろうという人に対してここで詐欺をやってはいけませんって言ったらやめるんですかね。だってここにある看板でやめるぐらいだったら刑法に書いてあることを守るでしょう。禁止って書いてもしょうがないと思うんだけどな。さて、そして新元号の発表まであともう50分は切っています。あと48分で元号の発表。テレビを見るためにはあのお供が必要だと思いますので、ちょっとお菓子をたくさん買い込んでこよう。あの言いましたっけ、カナダののんびり屋さんにすみません、これからちょっとテレビ見るんですよって言ったら、ね、来てくれることになりまして、2人分あのみかんの大福とそれから加賀坊茶、ほうじ茶、お茶の茎を使ったほうじ茶ですよね、それを名物で買ってきましたんで、 あとは2人で一緒にテレビ見ます。テレビはそんなに混雑してないな、よかった。でも熱心に見てる人がいっぱいいますね。さっきも元号の話してたけど今も元号のことしか話してないみたいだな、ずっと元号の話。あと40分、39分ですよ。テレビ局までやってきてね、この様子を撮りに来ましたよ。この場所には今6人ぐらい、のんびり屋さんはまだ来ませんけどね。あと17分で新元号も発表ですよ。
まあ、ずっとね皇太子様の昔からのあのなんですか人生みたいな一生をねあの紹介してますけど、多分これがうまい具合に終わる頃に、はいはい。そして総理大臣、いやなんか緊張してこう貧乏ゆずりなどしてるのに、テレビの方もですね、ちょっとカメラを回すから NHK がこれからカメラに映すんですけれど、大丈夫ですかなんて言われて、あ全然平気ですけど、そう金沢放送局が来てるのかな、何マスコミの方なんですかみたいに聞かれて、いや YouTuber なんですけど大丈夫ですかって、全然あのいていただく分には全然平気ですよって言っていただいてね、よかったですけど、いやあと15分か、何になるんですかね、まあ、どんな言語でも気に入るような気がします。いやありがとうございます。あそうだ、あのねこれ買ってきたんですよ、あのぜひこれ食べてテレビ見ましょう。ちょっとただ寒いですけどね、いつもこんななんですか金沢って。あまあそうなんですよ、まあ、今日はあったかい方ですね。今日はまだいいかな。あやっぱそう、寒いですね。大阪から来ましたけど大阪はもっとあったかかった。あ食べたことありますよ、ちなみに。いやこれ食べたことないんです。あそういやこれはね、あのみかんが嫌いじゃなかったら美味しいと思います。みかん大好き。あじゃあいいですね、僕も食べる。食べましょう。あの交差点のね。あそうかそう、いやそう僕も東京帰ってあそこで見ようかなと思ったんですよ。でも金沢に絶対テレビあるだろうと思って。へえ。同じことこっちでもやってるもんな。いやあと4分ですね。テレビの取材も受けたし。いや来ていただいてありがとうございます。やっぱこれ誰かと一緒に見た方がいいじゃないですか。絶対一人よりも。ストリートで見るよりは。そう。金沢来た時もね、最初どうしようかなと思ったらさ、あのテレビがまず手に入らないし、うん、と思ったらテレビこんないいところにあったし、ね。3分ですよ。なんかでも僕は緊張するんですけどね。もうあと2分。ね、そう、あと多分寒いからってのもあると思うんですよ、ここが。結構底冷えするんですけど。どっちかというとあの寒くてそこであのお茶とか冷たい大福とか食べるからそれブルブルしてるのかな。1分か。私このちょっと早く発表してほしいですね。あのそうなんかこうじらされてる感じがする。なんかあったんですかね。単に遅れるもんなのかな、このぐらいは。来た。入ってきました。新しい元号は令和であります。令和何を書かれました。令和新元号は令和とございました。平成に変わる新しい元号は令和に決まりました。いい言語じゃないですか。そんなみんな拍手がする。菅官房長官は新元号は令和と発表しました。ですね、はい、あの先ほど瞬間取られてましたか。はい、いやはい、もうあのバッチリとバッチリ取りましたか、はい、新しい言語令和となりました、はい、どうですか感想は。いやすごく気に入りました、あの本当に率直に。あの私実は旅行で東京から来てるってたまたまここで見てるんですけど、なんかこの金沢の街みたいにすっと落ち着いたような感じがして。あそうなんですか、はい、なんか清らかというか涼やかというか、はい、あごめんなさい勝手に挟んじゃって、うん、そっか。でもちょうどこの金沢で迎えた新元号という意味でも、はい、ぴったり。いや本当におっしゃる通りぴったりです。素晴らしい。いやいい思い出になりますね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和かな、令和。いや最初ね僕平和って言ったのかなと思って。ああ自分もそう聞こえた。平和そう何言ってんだと思ったんですか。そうさすがにそんなことはないだろうと思ったら、なるほど、令和まあ偉大なところだろう、辻君さん。ちょっと早速、万葉集の令和って入れたら出てきますかね。ちょ Google で調べてみましょう。すごい、もう YouTuber が早速やってますよ、新言語は令和。元ネタが書いてないな。元号の一つ、もうウィキペディアができてる。いつ作ったんだこれ。令という文字はネットでも例えば予測してきた
もなかったように思いますし、はい、そして昭和、平成、令和と並べて書いてみると、このウィキペディアがこんなに少ししかないのも多分貴重じゃないですか。今後もっと増えるだろうから。あ、そうです、新言語の話。よく考えたらあれですよね、あの令和の和と昭和の和と同じですよね。あ、そうです、そうですね、なんか被らないような気が勝手にしてたんですけど、普通に被りましたね。多分のところは多分ですけど、まあ昔から考えればね、字は被ってるけど、そうです、まさかこのペースで被ると思う。あ、首相か、あ、いや違うか、ただ普通に歩いてきただけです。はい、来ました。あ、来た、あ、本当だ。一人一人の日本人が足への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたい、その願いを込め令和に決定いたしました。はい、夢のように咲き誇る花を咲かせる日本でありたいそうですけど、そうか、まあ、そろそろこの動画もここで終わりだと思いますけど、新しい文化ってのはね、多分ここで今私がやってるようなこういうやつを言うんだと思いますけど、なるべく、今後もですね、皆さんに楽しんでいただけるようなものに、したいと思っております。まあ、そんな感じですね。じゃあそろそろ終わりにしようかな。ご視聴ありがとうございました。国家の安泰と国民の幸福、私もそれを願います。